ギャレット・リーズマンは、ニュージャージー州、モリスタウン出身のアメリカ合衆国の技術者、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。第15次長期滞在ではバックアップを務め、第17次長期滞在の乗組員になる前に、第16次長期滞在でも短期間、国際宇宙ステーションに滞在した。2008年6月14日に、STS-124 で地球に帰還した。 2010年5月にもアトランティスに登場することになっている。リーズマンは1986年にパーサイパニー高校を卒業し、1992ペンシルベニア大学で技術経営を学び卒業した。また、1992年と1997年にカリフォルニア工科大学で修士号、博士号を取得した。 リーズマンは STS-123 でミッションスペシャリストとして2008年3月11日に打ち上げられると ISS とのドッキング後は第16次長期滞在と第17期長期滞在のフライトエンジニアとして ISS に滞在した。ミッションが終わると2008年6月14日に STS-124 で地球へ帰還した。 ISS の滞在中には2度のスペースシャトルを迎えた、他、特殊目的ロボットアームや希望の加圧室の設置を行った。リーズマンは ISS に滞在した初のユダヤ教徒で、ある。2008年5月のイスラエル独立60周年、記念日には宇宙からイスラエルの国民にメッセージを送った。高画質のエーデ i ンザライフオブ エースペースステーションクルーメンバーのビデオを鑑賞し、空だった希望で、人は無重力空間で泳ぐことができないことを実証して見せた。リーズマンは2010年に ISS を訪れる STS-132 の乗組員にも選ばれている。テレビ番組コルベアレポーの自称メンバーとして、リーズマンは2008年5月8日にリストストロング。 ブレスレットをつけて宇宙からインタビューに答えた。2008年7月24日、リーズマンは地球への帰還後にゲストとして再び出演し、スティーブン・コルベアに彼が宇宙で身につけていたリストストロングブレスレットを紹介した。リーズマンはテレビドラマギャラクティカ、ギャラクティカの最終回に海軍大災役で亀を出演した。スペースドットコムは 誰かが海軍大佐を投げ飛ばし、そして彼は死んだと報じたが、2009年3月20日に放送された最終版では、そのシーンはカットされていた。一方、ロナルド・ムーアは最終回についてのポッドキャストで、ラプターが核兵ロードで武装するシーンの背景に映っている。人々の中にリーズマンが映っていることを認めている。ありがとうございます。